カナダの経済。カナダの経済では、カナダの国民経済について記述する。カナダは、世界でも裕福な国の一つであり、先進国によって構成される経済、協力開発機構、オーシャドや主要国首脳会議、G8 などに加盟、参加している。他の先進国と同様、経済の中心は、サービス業で国民の4分の3が従事している。製造業、 特に自動車産業、航空機産業などもオンタリオ州、ケベック州を中心に盛んであり、カナダの経済に大きな役割を果たしている。一人当たりの GDP ではアメリカには及ばないものの、他の主要な西洋諸国とほぼ同等なレベルである。しかし、州単位で見れば、オンタリオ州をはじめ西部の各州ではアメリカに肉迫している。1990年代前半までの、 経済的混乱はほぼ解消され、1997年以降は、失業率が低下するなど、順調に回復を遂げている。そのため、カナダドルは2003年からの5年間で主要通貨に、対しての価値を上昇せた。また、2007年9月20日には1976年以来に、アメリカドルと同じレートとなった。ブリティッシュコロンビア州では、林業がアルバータ州では、 石油工業が、オンタリオ州北部は、工業がそれぞれ盛んである。大西洋に面している諸州では、古くから漁業が盛んであったが、現在は衰えつつある。しかし、これは漁業に限らず、今挙げた林業などの諸産業にも言えることである。これらの産業に従事しているものは4%、GDP に占める割合も6%に過ぎない。 それでもこの国の産業における重要な地位を占めていることは間違いない。サービス業は GDP の76%を占めている。国民の12%が従事する小売業では主にショッピングモールに入っているチェーン店が中心である。アメリカ資本のウォルマートやベストバイの子会社のフューチャーショップをはじめとする大手チェーンも店舗数を伸ばしている。その結果、 小売業での従業員数は減少し、職は郊外へと移動しつつある。また、サービス業でも、金融や不動産、通信などのビジネス部門も小売業に次ぐ規模である。この部門は近年成長しつつある産業の一つである。特に、トロント、モントリオール、バンクーバーなどの大都市に集中している。教育や医療は主に政府によって管轄されている分野で、 特に医療は急速に成長している。急成長はしているものの、公的医療保険制度の下で、州政府等も予算不足の問題に直面している。ハイテク産業や国内外向けの娯楽産業も重要な分野となっている。観光業の重要性も増しており、現在は主にアメリカが主衆国からの観光客が大きな割合となっている。 カナダドル高からの影響もあるが、中国など他国からの観光客の誘致も重要となっている。先進国の一般的な経済発展のパターンでは、第一次産業中心の産業から製造業へ、さらにサービス業へと移行することが多い。カナダも同様に第二次大戦のため異常に高かった1944年をピーク製造業は減少し、 当時の GDP 比22%から2010年には13%まで減少した。ただしカナダはその過程でも1960年代以降、各国で見られた製造業の空洞化に大きく直面することはなかった。その後2007年のリーマンショックではカナダの製造業も大きく影響を受けた。カナダにおいて製造業として規模が大きいのは自動車産業である。 オンタリオ州を中心にアメリカ合衆国と日本の自動車メーカーの製造拠点があり、マグナ・インターナショナル社、リナマー社など自動車部品大手企業もその近辺に製造拠点を置いている。現在ではデトロイトのあるアメリカ合衆国ミシガン州より多くの自動車を生産している。自動車メーカーは比較的安価で教育水準の高い労働力をカナダに求め、公的医療保険なども 企業負担の低減につながるとして企業にとっては魅力となっている。カナダの製造業企業としては航空機や鉄道車両製造のボンバルギア車などがある。また携帯電話、スマートフォンのブラックベリーを製造・販売するブラックベリー車もカナダの製造業、通信企みだが携帯電話端末の生産拠点は主にカナダ国外にある。カナダは 数少ないエネルギー資源準輸出国の一つである。アルバータ州及び北部の準州にある大規模な石油及び天然ガス資源が最も重要な資源となっている。また隣接するサスカジュワン州やブリティッシュコロンビア州などでもこれらのエネルギー資源が採掘されている。特にアメリカ地質調査所によるとアルバータ州アサバスカにあるオイルサンドはサウジアラビア、 ベネズエラに次ぐ世界第3位の石油埋蔵量を誇っている。水が豊富なカナダでは水力発電がケベック州、ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州、マニトバ州などを中心に盛んである。水力発電は建設費が他の発電に比べて比較的安価なためアルミニウムの精錬、生産などに一役買っている。 カナダは世界でロシアに次ぐ2番目の面積を誇っており、同時に天然資源も多く埋蔵されている。特に前日にあるように、オンタリオ州北部など、カナダの北部には鉱山が多く存在し、工業が盛んである。カナダにおける大手の会社の中には、エンカナ、カメコ、ゴールドコープ、バリックゴールドオ、オーユーノなど、天然資源に関わる会社も多い。金、ニッケル、 ウラン、鉛、カリウムなどが主に採掘されており、特にウランは世界第一位の産出量である。これらは主にアメリカ合衆国に輸出される。ニッケル開発の足がかりは、ルードイッヒモンドが作った。他の先進国と同様、20世紀頃から農業人口は急激に減少したが、面積の広いカナダは当然高地も多く、世界でも よく農作物を生産する国の一つとなっている。特に小麦、世界シェア6位や大麦、世界シェア2位などの穀類や油が世界シェア2位の生産高が高い。これらは主にアメリカ、ヨーロッパ。カナダの漁業は大西洋に面しているニューファンドランドラブラドール州やノバスコシア州などを中心に古くから盛んに行われてきたが、 乱獲によりここ数十年で、タラ漁や酒漁を中心に大幅縮小している。特に、かつて世界一のタラの漁場として、カナダ大西洋側の経済を支え、ヨーロッパから多くの漁民を呼び寄せていたアサセグランドバンクは、大型トロール船や底引き網漁により乱獲と海底環境破壊が進み、1990年代以降漁獲量制限が行われ非常な苦境にある。 貿易はカナダの経済に大きな影響を与えている。貿易相手としてもアメリカとの関係は非常に固く2004年時点では輸出の85%、輸入の59%を占めている。輸出品目、輸入品目ともに自動車や機械類が多い。カナダの経済は地域間にばらつきがある。 国全体の3分の1の人口を占めるオンタリオ州は古くから経済の中心地で発展しており、太平洋に面するブリティッシュコロンビア州ではアジアとの貿易よって近年急速に成長しつつある。また、アルバータ州やサスカチュワン州では石油の採掘が州を非常に豊かにした。しかし、大西洋に面する諸州では特に漁業が衰退し始めてから貧困が目立つになり、 国の抱える大きな問題の一つである。カナダが自由貿易協定を締結しているのは、アメリカ合衆国、メキシコ以上二カ国とは、北米自由貿易協定締結、イスラエル、チリ、コスタリカ、欧州自由貿易連合、エフタ各国、ペルー、コロンビア、ヨルダン、パナマ、ホンジュラス、締結順である。また、 現在カナダと自由貿易協定を交渉中である国はウクライナ、モロッコ、インド、大韓民国、ドミニカ共和国、シンガポール、アンデス共同体、ウチペルーとコロンビアは、ゴーイズミ、ハリブ共同体、カリコム、欧州連合、日本、中華人民共和国、中米三カ国、グアテマラ、ニカラグア、エルサルバドル、トルコである。さらにカナダは、 米州自由貿易地域創設の討議を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。